こんにちは、どうも、礼儀の会です。今回はですね、すだちを使った巻物を紹介したいと思います。今回ですね、唐草すだち、反転すだちというものを剥いていきたいと思います。まずですね、すだち、これをですね、天地を切り落としてください。この残ったすだちをですね、もったいないので絞ったり刺身のあしらいですとか、いろいろ焼き物に他に使っていただけるとよろしいかと思います。これを剥いていきます。少し厚めに剥いていってください。あまり薄く剥きますとですね、今度包丁を入れたところがどうしても乾いて弱くなってしまうので、それを防ぐために少し厚めに剥きます。こんな感じですね。で、今度はこれに包丁を入れていきます。少し長めに、数多めに入れてもらえると綺麗に見えるかなというところですね。で、これ同様に反対側も包丁を入れていきます。こうですね、こういうふうになります。で、これをですね、反転させて、こういうことですね。で、このままですとこう書いてしまうので、これに串を打っていきます。で、今回はですね、この環状串を使いたいなと思います。これちょうどまっすぐで、障害物何もないので、これを刺していきます。で、この時ですね、すだちの皮は少し硬いので、ちょっと穴を開けて串が通りやすくするとよろしいかなと思います。中央にもこう刺していきます。で、これに串を打つというところですね。これで出来上がりですね。焼き物などにちょっとこう添えていただいたり、あとは別のお刺身ですとか、何でもちょっと使える焼き物かなと思います。よく別注ですとか、個人でちょっといいお客さんですとか、そういうところに使ってもらえればよろしいかなと思います。では、今回は動画はこれまでです。ありがとうございました。